皆さんこんばんは。中央競馬予想 Y 氏の馬券。この動画では2015年5月17日東京競馬場で行われます第10回、ビクトリアマイルカップん？ビクトリアマイルカップはつかなかったっけ？ビクトリアマイルグレード1の予想をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。先にですね、ちょっとごめんなさいをしとかないといけないんですが、先日アップしました慶応杯スプリングカップの、参考レースなんですけど、バンセンヌが抜けておりました。すいません、バンセンヌ他何頭か3頭ぐらい抜けてたんですけど、すいません、ちょっと間に合いそうにないので、予想動画と一緒にちょっと、参考レースはアップしようと思う。予想ど慶応杯スプリングカップの予想中にちょっと、皆さんと一緒に見ようと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、うん、まあ仕事が忙しいですよっていうのはまた仕事の話かよって今週はですね、うちで作ってますミニコミ誌ですね、地域情報誌の僕は編集をしてるんですが、まあ、記事は集まってるんですけど、土曜日までにね、なんとか原稿をちょっと作らないといけないんでね、ちょっと忙しい状態です。どんなものを作ってるかっていうのをね、ちょっと見せてもいいんですけどね、まあちょっとかなり個人情報がバレてしまうんで、そこはやめとこうと思います。はい、そうですね、このあとまた、1時から、日付変わって1時からですね、今14日の9時23分なんですけどね、日付変わって1時から、お仕事なので、サクッと、やらせていただきたいと思います。ちなみに17頭かですね、17頭立てになってしまいましたね。まあ、デニムランドルビーはね、天皇賞激走っていうか、やっぱ疲れますよね、一戦級のボバー相手じゃね。まあ回避ということで、まあ強いのがね1頭いますんでね、はい、まあそれの頭で硬いんじゃないかと僕は思ってるんですが、皆さんの予想はいかがですかね。では、リピーターがね結構来てるレースでもありますからね、まあストレートガールと名将マンボどうかなっていう感じではありますけど、まあ僕はその2頭はちょっとバッサリ切ろうと思っております。はい、まあだからそんなに荒れないだろうという、荒れない、ちょっと待った、あ、そこそこに円形薄を選んでなくもないか、はい、まあいいや、まあいかに、まあちょっと、はい、ちょっとなんかグダグダになりましたが、予想していきたいと思います。まあ僕の予想はですね、本命はやっぱヌーボーレコルトにしました。まあ今年初戦となったね、中山記念で、ロゴタイプとイスラボニータ、サツキ賞馬ですねを撃破して、まあレースもね窮屈なところ、ごめんなさい、窮屈なところを割ってくる、ボバマサリのね勝負根性の良さとね、勝負根性を見せたのと、まあ常に思うんですけど、レースセンスは、レースセンスの良さはまあね、牝馬同士
になればピカイチですよね。まあ、まず崩れるシーンが浮かばないということで、まあ強いでしょう。岩田ジョッキーがこっち選びましたしね、当然こっちを選ぶよねって話ですけどね。オークスバですからね、はい、選びますよね、はい。うん、まあ久々の1600ですけど、まあね、距離1波の短縮でも大丈夫でしょう。中山記念勝ちましたからね、牝馬同士では負けないと思います。対抗に、敬愛エレガントを選びました。まあ、大体、このレース4歳5歳が強いんですけど、まあ、6歳馬の敬愛エレガントですねを選びたいと思います。先週の、NHK マイルカップでも言いましたが、東京の 1600m っていうのは馬格のあるスピードタイプが構想しています。まあ、特に安田記念で香港馬とかがね、構想してます。まあ、NHK マイルで2着したアルビアーノも512キロと大型の快速馬でした。まあ、ケアエレガントは父金亀、母 AP インディっていう血統で、まあ、パワータイプの印象です。まあ、瞬発力には欠けるんですが、スピードの持続力を生かした競馬が合うと思います。また、ね、先週の馬場を見てもね、前に行った方がね、残ってましたんで、今の東京の馬場も合いそうかなと思います。気分よく先行できれば、残り目はあるんではないでしょうか。ケアエレガント。黒三角に、湘南パンドラを選びました。不良馬場の前走、産経大阪杯は、まあ、馬場に泣かされた感じがしましたよね。まあ、メンバーも G1 級の強力ボバが相手でしたので、まあ、流れも厳しかったですよね。まあ、そこは度外視していいかなと思ってます。牝馬同士の子は前走よりも楽になるし、広い東京コース、まあ東京コースに移ってね、上がりの早い決着になれば、馬券圏内来るんではないでしょうかね。ちょっとね、ディープサンクというよりは母父フレンチディピティっていうところにちょっと期待をしたいですね。先週 NHK マイルでも、黒船線3区のクラリティスカイと3着に入ったミゼなんだっけミゼスルタンかも母父、フレンチデュピティでしたので、まあ同じような似たような血統が来るんではないかなという、ちょっとした期待を込めて、湘南パンドラを、黒三角にしたいと思います。はい、白三角は、3頭ですね。差し馬追い込み勢から、まあ、3着狙いで、スイートサルサ、スマートレイヤー、ディアデラマドレの、3頭を選びたいと思います。買い目は、3連単フォーメーション、ヌーボレコルト頭固定の、敬愛エレガントと湘南パンドラ2着付けの、3着付けに白三角を加えて、計8点で、勝負をしたいと思います。皆さんの予想はいかがでしょうかね。はい、平日ね、まあちょっと音声は入れずに、地方競馬、難関競馬のね、予想をですね、後半3レース、まあ、馬単で予想をしてるんですけど、いや、当たらないね。当たらないですな。まあ主にスパッと4ロトをね、まあ、トリプル馬単を買ってるんですけど、
いやー、これがなんていうか当たらんね。当たらんよ。いや、難しい。やっぱ、ちょっと地方競馬はね、ちょっと統計を取らないとダメですね。そう思います。統計とか、ちゃんと走りを見ないとちょっとダメですな。まあ、明日も懲りずに、明日の朝ね、予想をするんですが、まあ、よかったらそちらもご覧ください。KO 杯、スプリングカップの予想も、明日の朝、9時10時ぐらいに、できればアップをしたいと思います。ちょっと時間がなければ、やっぱり、同じような夜の時間のアップになると思いますけど、ぜひそちらもご覧いただければと思いますと。なんとか土曜日までに仕事を終えて、日曜日休みなんでね、東京競馬場に行けるようにしたいかなと思います。では、本日も、ご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。